皆さんこんにちは、三枝心です。今回はダブルイーグル銀座店にやってきました。案内してください木下さんです。木下です、よろしくお願いします。今回チャンネル登録者数5万人を記念して視聴者プレゼントを行ったんですね。でその時に、キャリーバッグが欲しいっていう方が当たって、その方の欲しいキャリーバッグをダブルイーグル銀座店で見つけようっていうことで、はい、買い物にやってきました。最初に探しましょう、はい、でその方が欲しいバッグっていうのがクラブメーカーでないもの、はい、でなおかつその、まあ、こう仕分けがしっかりされてるものがいいってことだったので一緒に探してもらえると、はい、はい、よろしくお願いします。いきなりもうこことここにどんどんと置いてありますね、はいはい、ちなみにこの2つは右側がレザレクション、そうですね、あの去年までイメージキャラクターやってたブランドなんですけれども、私全く一緒なの、私これの、あ、同じです、全く一緒なの、あの持ってて、ここにあのちゃんと心って書いてあるものあるんですけど、レザレクションです。でこっちが、こちらがセントアンドリュースとマスターバニーのコラボの限定のキャリーバッグですね。池田裕太が使ってたモデルで、はい、ちょっと珍しいです。すごいですね、結構こういうところにあのスタッツがついてたり、スターバニーですね、はい、ちょっとスターバニーっぽくない、ちょっとトゲトゲしたセントアンドリュースの要素も入ってますね。他もありますかね。なんかこことかもあんま見たことないですね。こちらはオールっていうあのカリフォルニア発のブランドなんですけど、もともと OEM の、 あのメーカーなので、タイトリストとかテーラーメイドのキャリーバッグのものづくりをしていたメーカーで、ものづくりがすごくしっかりしてます。素材がウェットシーツっぽい軽いですよ、すごい軽いですね、はい、しかも収納もかなりたくさんついてます。オール、オールっていう、はい、フクロウの意味なんです。この色とか可愛いです、可愛いのに、ね、限定カラーです。男性なので、あ、そう思ったより軽い、全然全然女性でも持てる感じの。へー、あとここにこの辺はもうずらりと自慢のベルディングというキャリーバッグで、これはアメリカ製の手作りの、へー、これも5個ですね、5個ですね値段は結構します。こちら11万円、高い。この辺がこう新作なのでちょっとあの予算オーバー、そうなんです、ね、すごい。これはまた同じですか。ちょっとあの形が違うので、あの名前が違うんですけど、すごいね、はい、ずっしりした感じの。なんか今いろんなのあるんですね。いろんなのあります。見たことないのがいっぱい。結構重い、結構重いです、これは。結構何ブランドもあるんですね、キャリーバッグ。こちらはジョーンズっていうブランドで、でもアメリカのポートランドから来たブランドですね。サイドアイツが使ってる。ジョーンズ、すごい軽そう。はっ、やばい、超軽い。多分本当指でいける。これはあの 2.75 インチしかないんですけど、ちゃんと14本クラブが入るようになってます。軽い。タイガーウッズ使ってたのがこちらの大きい方のモデル。こちらもジョーンズ？こちらはまた違うイリアクっていうブランドで、イリア、はい、こちらですね。なんかシンプルでいいですね。これもアメリカ の、 あのヘッドカバーのブランドなんですよ、はい、これも軽い。そうなんです、これも結構軽いです。なんかあのリュックタイプ結構私好きで、あの嬉しいですけど、リュックタイプがいっぱいある革なので軽い。値段はいい値段、10万5千円。ちょっと許しますラフ&セール、ラフ&セール、これもいいですよね。可愛いですよね。可愛い。ウェアすごく人気なんです。うちにはちょっと置いてないんですけど、うんうん、ラフ&セールのあのこのなんて言ってたやつ、カモノハシですね。あ、カモノハシ。これ結構あのたくさん入って使います、ね。そうですね。分かれて、分かれてます。6個口。あ、六個口。はい。1、2、3、4、5、6。いいですかこれ。すごくたくさん。でさらにライル&スコット。お、ライル&スコット、もう結構可愛いですよ。可愛いですよね。あの結構鳥のワシかな、ワシワシのあのウェアがこれですね。これこれ皆さん結構着てる方多いので、これも最近よく聞く。これブリーフィングですね、うん、ヘッドカバーなんですけど、これも最近よく聞きます。まだあるまだあるアルチビオとか、アルチビ
を、はい、ダンとね、星はこちらが光栄社っていうあの日本のちょっと頑固親父が作ってる手作りの旅箱。日本の頑固親父がなんかちょっと頑固そう、こだわりがすごい、こだわりがすごいですよ。日本製なので細かいこう気遣いのできてる旅箱ですね。この光沢感がねすごいいいです。ポーターですか？こちらはそうですね、水野のキャリーバッグですね。ポーターとコラボ。ポーターとコラボ。はい、ね。そうだよね、この感じは。かっこいいですね。かっこいい。あ、なんか意外とこの鉄ついてる割には軽いです。軽い軽い。これは入ってきたばっかりです。今日昨日くらい。なんで結構いいね。びっくりする。15万。あ、まだあるよ。最近ねこういうのも流行ってるんですよ。こういう女子には嬉しいやつ。こういう旅行とかね。すごい。女子には嬉しいやつ。旅行に便利なやつ。で最後3つ。ダダン。これはジェリンドバーブです。結構最近知ってる方も。これもいいんじゃないですか。1,2,3,4,5,6 分割。あ、そうですね。軽いですし。お値段も48,000。お、いいかも、いいかも。これもいいですね、男性の方だったら。あのざっと見ても直感で2つに絞っちゃいました。ラフ&スエルかジェイリンドバーグ、はい、どっちかかな。どっちにしよう。どうですかこの2つのブランド。そうですね、の大きな違いっていう。大きな違い、ジェイリンドバーグの方がこうスポーティーな、ちょっと競技向けというか、ガチでゴルフされてる方向けみたいな。クラブメーカー以外って言われたってことは、はい、もしかしたらあっちの方が。あ、そう、リンドバーグはもともとアパレルのブランドなので、ラフ&スエルもアパレルのブランド、ギアのメーカーではない、ないね。使っているうちにこう、やっぱりあんまり派手すぎると飽きてくるのもあるので。でもあっちはそんなに色も、そうですね、遊び心がある、可愛いと思う、可愛い、うん、あ、その人の顔が見たいな、その人の顔に合うものがいいんだけど顔見たい。どっちかだな。ランドセルも確かにちょっと珍しいかもしれないですね。リンドバーグは結構百貨店とか、あ、そういうの、はい、うちの方が置いてない、置いてない、はい、うん、木下さん、はい、並べてみました。はい、で多分人気あるのは、そうですね、このトリコロール、トリコロールだと思うんですよ、はい、多分男性だったら黒、そうですね、人気なんじゃないかなって思ってて、あえてですよ、はい、この2つを外したいと思いますで、はい、残った3つって考えた時に、はい、でなんか持っててみんなに可愛いとか、なんか素敵ですねとかおしゃれですねって言っていただきたいので、はい、これにしたいと思います。なんかこう新しい、あのこのオレンジとグレーっていうのがあんまバッグでも見ない、はい、新鮮ですよね、結構、はい、色合いで可愛いなってすごく思った。しかもまたこのグレーがなんか何とも言えないこの締まった感じがするので、どうですか？いいと思いますいいですか？当たった方これにします。ぜひたくさん使ってください。皆さん、ダブルイーグル銀座店にはたくさんキャディバッグも置いてありますので、ぜひ見に来てみてください。ありがとうございました。あんまり見ないようなブランドも結構置いてあるの で、ね、見てて私もすごい楽しいなと思いました。この色知らなかったとか、結構コラボ商品とかもいっぱいあって面白かったです。今日のコメント欄は、皆さんはどんなキャディバッグを使っていますか。まあそのクラブメーカーだったり、アパレルメーカーだったり、スタンドタイプだったり、リュックタイプだったり、何でもいいのでそういうコメントを募集したいと思います。どんなキャディバッグを使ってるかぜひ書いてみてください。YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。はい、キャディバッグ買いました。おめでとうございます。